張励むせは、中華民国、台湾の政治家、外交官。中国国民党の政治家で、後に、行政院秘書長、副委員長などの要職を務めた。旧名は維新。字は勝負、星船。商人の家庭に生まれる。1917年、南海学校に入学した。なおこの時には、州恩来が同学にあった。 1920年11月、超励む星はフランスに留学する。フランス語を学習した後の1922年秋にパリ大学に入学する。社会学を専攻したほか、社会経済、政治経済も学習した。翌年冬にはパリで中国国民党に加入している。この頃、同じくフランスに留学していた州に対し、 反共派の立場から論争を展開した。1925年夏、帰国し、超励ゲムは、上海中山学院で、主任教授に任命された。この時、チンカオと面識を得ている。翌年夏に、国民党が北伐を開始すると、超励ゲムは、武漢に赴いて、これに参加した。1927年、 王天津地を率いる国民革命軍体重軍で政治部主任に任じられた。その後間もなく、公衆市市長省も投機の下で市政府主任秘書となっている。同年、上海クーデターが発生すると、超励ゲム性は南京市東部監察委員となる。翌年3月には国民革命軍総司令部秘書、国民党南京市東部党務主導委員を歴任した。 1929年3月の国民党第3回全国代表大会後に、超ハゲム性は、陳家を率いる中央組織部秘書に任命された。以後、陳家を陳達を兄弟率いる CC 派の一員の目されることになる。1932年、予学館参省総秘総司令部、党政委員会党務所長に任ぜられ、中国共産党総統を補佐する。 政治工作に従事した。満州事変勃発後の1932年10月、軍事委員会委員長業へ北平軍事代表権、河北省政府委員として、河北一帯の東務を担当することになった。超励むせいは、河北十二省の東部を、紹介席指示とさせ、紹介席から賞賛を受けた。さらに、中国文化建設協会を設立して参民。 主義宣伝を進め、また、CC 派の勢力拡大も果たしている。1935年11月、国民党第5回全国代表大会において、超励む勢は、中央執行委員に当選した。翌年2月、国民党中央組織部長に昇進して、全国党務を主管している。日中戦争勃発後、中央組織部は大本営第6部に改組 返入され、陳達夫が、部長、超ハゲム生が副部長を兼任した。間もなく、第六部も廃止されて、第二次国境合作に従った、軍事委員会政治部が成立し、陳生が、部長、周恩来、引き章が副部長、超ハゲム生が秘書長に移動する。この時、陳家香、陳達夫兄弟は、このような人事は、組織系統を乱すと反発したものの、 超ハゲム性はこれを顧り見ず、以後 CC 派から離脱することになった。さらに超ハゲム性は、政治部副部長に昇進している。1941年2月、超ハゲム性は、国防最高委員会統制工作公格委員会秘書長となる。さらに、翌年12月には、行政委員秘書長建国家総動委員会議秘書長となり、 紹介席らの政務の事務方として、ワ腕を振るった。1944年12月、内政部長も兼任し、地方自治や人口調査の制度整備に尽力している。また、国民大会選挙の事務も主管した。1948年11月、行政委員長、大文校の辞職に伴い、超励む政務内政部長を辞任した。 1949年、国民党政府と共に、超励無ムも台湾に逃れた。台湾では、台湾省政府主席、陳政の招請に応じて、台湾省地方自治研究会主任委員として、地方制度の整備を進めている。1950年3月、陳政が行政委員長に任じられると、超励無ムは、行政委員副委員長に任じられ、 土地改革や地方自治で事務を担当し、成果を上げている。1954年8月、国民党中央委員会秘書長に任じられる。1959年、中日特命全権大使として、日本に駐在した。しかし、1963年8月、首相の池田隼人が、台湾の大陸反抗政策は、 幻想に近い胸の発言を成したため、台湾当局は激怒し、超励ゲム性を召喚した。以後、超励ゲム性は引退し、製品な生活で晩年を送っている。1971年4月20日、台北にて病没。去年71、ありがとうございます。